ナミさんお疲れ様です。まあ稼ぎたいなと思ってもね、なかなか行動できない人っているわけですよ。で昨日ね、小野田さんがライブやってたんで、そこに、まあ、後半の方で乱入して、私がね、そこに今こんな稼げる案件ありますよってポンと投げたんですよ。まあそうするとそれがものすごくね、人気で、コメントがコメント読んでみたいなことになって、プラス私の案件にね、ちょっとね、あのゆかりのある方がね、それに情報放棄をしてくれたんですよ。それを今回動画概要欄につけときます。名付けてですね、来週もらえる4万円ですこれね、この情報を知らなければ稼げないのは無理はないんですけども、知った方の中でね、あ、だったらすぐにやろうかなって思う人と、まあ、今度やろうかなと思ってお金を稼げるはずなのに稼がない人がいるんですよ。そこでも大きな差がつくんですよね。じゃあこの案件何かっていうとね、 Y モバイルってあるじゃないですか。 Y モバイルでスマホの契約するんですよ。でスマホの契約の時に機種を指定するともっといいんですけどもね、まあ、そのことも概要欄の動画に書いてますけども、 Y モバイルで新規でも乗り換えでも契約をするんですよ、新しい契約を。そうすると2万円キャッシュバックが翌週にはもうね、銀行口座に入ってるっていうプランです。でもこういうのって大抵契約した後半年間は使ってくださいよとか、報酬が半年間使った後ですよみたいなのが常なんですけども、今回はねすごいですよ。違約金かからないんですよ。ですぐに解約しても OK なんですよね。でそれで2回戦まではなんとかできるみたいです。あんまり回線数増やすとさすがに、この人はなんかキャンペーン目当ての嵐だなってことでブラック認定されて契約が今後できなくなっちゃう恐れがあるんで、聞くところによると、そのね、私の情報を補強してくださった詳しい方に、聞かせると、まあ2回戦ぐらいまでじゃないですかとか言ってましたね。まあそんな感じで Y モバイルで契約して、で初月の事務手数料とかかかるみたいですね。3000ぐらいだと思いますけども、で2万円もらえる、それを2回戦やると4万円もらえるみたいなね。じゃあこれを実際に Y モバイル行って契約する人と、まあでもやめとこうかなって素通りする人といるわけですよ。こうやってね、稼ぎの差って出てきていくんじゃないかなと思います。まあ少なくともね、自分でやらないにしてもこの情報を広げていく人と自分で止めちゃう人っているんですよ。だから本来自分の知り合いがチャンスを手にできる、稼げる情報を手にできるはずなのに、自分でそれを意図的に止めてしまうってやつですよね。うん、だから本当に稼げる方法があるんだったら、人になんかわざわざ教えずにね、自分でやるでしょうってもっともらしい言葉ありますけども、いや私はね、本当に稼げる方法があるんだったら人に教えたくなるでしょうと思うんですよね。だって自分だけで稼げる方法を独占して人にはね、もう教えないぞみたいなね、独り占めして自分さえ良ければいいっていう風な気持ちの人は、まあそういう風に稼げる方法があったら人に教えないと思いますよ。でも私もね、速稼塾とかやりながら、本当に稼げるんだったらなんで人に話すんですかって言われますけども、いや本当に稼げる方法あったら人に話さないですか、稼げない方法を人に話しちゃいますっていう風に聞くことがあるんですよ。まあ確かにねっていう風になっちゃったりするんですけどね、うん、まあそんな感じでね、稼げる方法は本当巷に落ちてますから。で気づくたんびに私もそういうのね、動画にして発信してます、うん、例えば100円でね1万3000円稼げる投資なんてのあるわけですよ。これもすごいでしょ。で特定の証券口座に、まあ、これ別の動画作りましたんで今回は紹介しませんけども、特定の証券口座に自分の口座を開設して100円の株でも買うと1万3000キャッシュバックみたいなね、そんなキャンペーンもあるわけですよ。これはポイントサイトもっぴーですけどね、なかなか面白い日々ですよね、うん、はい、ということで今回はね、人のライブに乱入して稼げる情報を投入してみたみたいな感じですか。じゃあお疲れ様です。今日もよろしくお願いします。